じゃあストキャスティックグラディエント MCMC による、スケーラブルなトピックモデルの推定という論文にを、文献紹介させていただきます。ゲストです。お願いします。概要です。バッチ学習である周辺化キープサンプリング法 CTS で提案されてきた効率的なサンプル方法を、ストキャスティックグラディエント MCMC に使うことで、データとトピックの両方の側面から、スケーラブルに対応した新しいトピックモデルの推定方法を提案しました。で、バッチ学習における従来の MC ことであることを実証しました。はじめにということで、伝統的な、MCMC では、データサイズとトピック数が大きい場合、現実的な時間内にトピックモデルを推定できないという問題があります。でそういった問題に対して、CGS を中心に、改善というのが行われてきました。でトピック数に関しては、いくつか有効的な手法というのが、確認されているんですけれども、データサイズに関しては、分割されて推定してその後統合するっていうの手法が挙げられてるんですけど、これだとその確率がですね、必ずしも収束するとは保証されないという問題が挙げられます。それに対してですね、ストキャスティックグラディエント MCMC、確率的CGS が実行できないような大規模なデータにおいても高速に実行が可能です。ここでじゃあ効率的なサンプル方法をストキャスティックグラディエント MCMC に最適化することで、データサイズ、トピック数ともにスケール可能な推定方法を提案というのが本論文になります。じゃあ関連研究か、まず関連研究というか用語から説明させてください。まず、LDA っていうのが、単語の確実性性仮定というのがこのようになって、で、トピック、モデルを推定するという感じになっています。はい。で、そのトピック数に関する有効な手法ということで、例えばスパース LDA っていうものがあります。これはトピックゼロじゃないところだけを計算すればいいんじゃないのみたいな、ものだったり、それをさらに改良して、ADS 法 と、メトロポリス・ヘイスティング法というものを適用したものが、ADS LDA になります。これは、毎種類として ADS テーブルというものを作って、それによりサンプリングし、ただしそれだけだと必ずしもその確率がいい方向に行くとは限らないので、メトロポリス・ヘイスティング法で、それが有効かどうか、飛脚補正というものをします。でさらにそれを補正したものがライト LDA と呼ばれるもので、これはサイクルプロポーサーというものを適用して、その確率の挙げられています。でここでじゃあ、今回これ、データサイズの方で、ではストキャスティックグラディエントリーマニアン、ランジュバンダイナミックスっていう方法があります。これはミニワッチでのサンプリングを可能とする、この リーマニアンを取ったやつですね。これを、単体上の確率スペクトで拡張したものっていうものがありまして、これも、ほぼ同じことですけど、これはランジバンモンテカルロ法というものを確実に、勾配効果法に拡張したものになっております。で、これは、正規化されてない単語分布に相当するパラメーターで、じゃあ提案手法ということで、ADS LDA と、Light LDA をこの SGR LD に最適化した ADS SGR LD と Light SGR
LD を提案しました。でこの提案手法はエリアステーブルをイテレーションに置いて使い回せるってことを理論的にこの論文で証明されていて、でこれによってサンプル数をですね一気に確保できるっていうメリットが考えられています。で具体的にはこのような、ですね、エリアス、ADA ではそのメトロポリスヘイスティング法で最後棄却の判定するんですけど、それがそのずっと同じものを使っていると、その棄却するものが多くなって効率が悪くするので、テーブルの再構築っていうのは従来のものでは必要だったんですけども、今回は証明によれば必要がないっていうことになっております。あとは数式の上、ADS SGRLD では棄却メトロポリスヘスティング法をする必要がないっていうことも示されています。はい、すでに先行研究で他の ADS LED LDA とかによりも上回っていることが示されるこれでと比較します。テンアハウス手法は ADS SGRLD とライト SGRLD です。データセットは NIPS、ニューヨークタイムス、パップメットです。であと細かいパラメータがこのような感じとなっております。データセットはこのようになっていて、NIPS が一番データサイズが小さくて、下に比べて大きくなっているというものです。あと事前分布のハイパーパラメータは、あと学習の評価なんですけども、これはコーパスからあらかじめ除外しておいたテストデータを用いて、パープレキシティ、学習した単語確率とテストデータの単語頻度の相違の程度というもので、評価します。で実験です。まずそのサンプルの有効性ですね。そのサンプルをさっきADS テーブルが使い回せってことを言ったんですけども、それが本当にできているのかどうなのかっていうことを、各ミニバチごとの学習において、どのようにこうパープル式が下がっていくかというのがこの図になっています。で ADS SGRLD は棄却を感じにこのように一致していることが分かります。でライト SGRLD は棄却っていうことをしますので、その収束するのに少し効率が悪くて、ちょっとやや遅れて収束するということが、この図から分かります。で計算時間ですね。これは1ミニバッチにおける学習に要する時間なんですけれども、SGRLD が明らかに大きくて、で提案した手法はかなり低いということになっています。これは筆者らは SGRLD はサンプリングするときにコーパス全体を見るっていうことがありますので、そのせいでこのように非常に大きな24トピックスでしたときにこのような感じになっていて、提案手法がいずれもベースラインをよりも良い精度を出しているということが分かります。さらにトピックスをかなり大きくした場合ですね、16384トピックスの場合でも、SGRLD よりも、かなり、良い結果が出ています。特に ADS の方ではかなり精度が出ています。ですね、これは筆者らはやはり
ライト SG アドエゲイン理由として、述べています。ではまとめです。 CGS で提案されてきた効率的なサンプル方法を、スジャスティックグラディエント MCMC に使うことでスケーラブルなトピックモデルの推計方法を提案しました。提案手法は大規模コーパスかつトピックス数が大きい状況でも高速に実行が可能でした。特にエリアス SGRLD は収束および更新速度にとても優れていることを確認しました。以上で終了します。ありがとうございました。